はい、どうも、くつひもです。毎度ご視聴いただき、ありがとうございます。ということでね、バズフィードさんの診断実況、やっていきます。よろしくお願いします。激ムズ。猫の日だから癒しモード全開の肉球クイズです。全問正解はきっと無理。はい。2021年の2月22日、にゃんにゃんにゃんの日ですね。ってことでいいのかな？やっていきますね。あ、そうだ。2月22日は猫の日。そこで、猫などの肉球がある動物たちの足を集めてみまして、クイズ形式になっているので、聞いてられたら誰なしか当ててみてくださいと。このプニップニの肉球は誰？あら。肉球ってこんなんなんだね。わいペット？飼ってないんですよ、ペット。ペットな。だから、よく肉球がうんぬんとかっていうネットの書き込み見かけるんですけど、その肉球っていいもんなのかと思ったら、これはたまらんすわ。これ猫の肉球っしょ、これ。ね。に、犬こんなんじゃない気がする。猫で、猫だよ。猫だよ。正解は猫ちゃん、簡単すぎてウォーミングアップですね。お次はこちらの肉球、私は誰でしょう。肉球、さっきは、ピンク色だったの、こっちはブラックですね。この毛の色と統一されてて、統一感がありますね。ということで、これは、猫ちゃんだよ。犬猫どっちでもないの。実は私、犬なの。そうね。まあ、なんかさ、さっきよりもごつい印象を受けるんですよね。だから、ちょっと体格のいいワンちゃんってことにしますわ。実は私、犬なの。ほい。あ、正解。正解はワンちゃん、パグの犬です。パグの犬ですよね。パグの、パグの足ですな。まだ余裕ですか？パグってあれですよね。小型犬の可愛いお顔したやつですよね。シワが多い感じの。違ったらすいません。ワンちゃんってこういう感じの足してんだね。あんまごつい犬じゃなかったね。じゃあこっちはどう？これはあれですね。コーヒーカラーですね。コーヒーカラー。どうなんだろう。でも、毛がさ、なんか短い感じするよね。なんか、猫ちゃんってもっとモフモフしてらっしゃるイメージがあるんですけど、そんなことないかな？種類によるのかな？これ犬っぽくないですかね？僕はワンちゃんなんだ。え、違った！ホワイトタイガー！わかるかい？え、ホワイトタイガーって、こんなんなんだ。これを見ただけでホワイトタイガーって分かる人は相当な2だよね。全然分かんなかった。せめて選択肢にホワイトタイガーをちょうだい。むずいっすね。二度目の正直。二度目の正直と、でもさっきのあれじゃもう間違えてると見透かされてますね。これも分かる？じゃあさっきはホワイトタイガーだと、これライオンにするわ、ライオン。さすがにワンちゃん。猫の日だから猫です。ライオンかもと思い始めたさ。ワイの心理が見抜かれとるやないかい。だってさっきホワイトタイガーだったから、これライオンでしょ。おい、正解。筆者は、クマと、あ、クマね。でもクマってもうちょっとなんか太めのね、足っていうか腕って感じの、ごつい感じしたらしてるイメージがありますけどね。ちょっと花粉症で鼻詰まってるんですけど、すいませんね。すいませんね、どうも。続いては、つま先編。もふもふなのが可愛い。すごい、なんかぬいぐるみみたいだね。これは、なんかポージング的に猫っぽくない？猫でしょう。あ、正解は猫ちゃんの足でした。丸い形が可愛いですね。どんどんいきますよ。はい。紳士的な足の持ち主。私は？お、爪切られてますね。ということは、爪を切らないと、ね？爪を切らないと、爪が伸びちゃうってことですね。オチがねえじゃねえか。でも、なんかさ、ごっついよな。強そう。だから、猫よりもちょっと大きい。チーターかも。チーター。なんか色違くねえか。チーターってもうちょっとなんか、黄色みが強かったような。ウサギじゃん。こんな足のウサギいたら怖えわ。
うん、犬なのでは、犬でしょう。犬だと思うよ。はい、正解。こちらもワンちゃんなんですね。まさにギャップ萌え。何がギャップなの？いかついよ、明らかに。さあ、近づ、終わりに近づきました。これワンちゃんでしょう。あ、違う。ちょっと待って。この太さは違う。だって周りにある雑草のさ、なんかこの葉っぱのサイズからして、この前足、相当でかいもん。うん。その辺のワンちゃんとか猫ちゃんじゃねえよ。ライオンの可能性も捨てられない。これですね。絶対これですわ。はい、正解。大型犬に見えたけど、まあ確かにね。でも、やっぱ足太いわな。うん、ライオンは。この爪も難易度高い。うわ、なんか針みたいな爪。猫ってさ、こんな細くないよね、爪。飼ってないんで知らないですけど、これはなんか違うアニマルの気がすんな。猫の手だ。猫も犬も違う気がする。うん。子熊とか？あー、子熊。あ、爪の形はちょっと熊に似てますよね。あの、大人の熊。で、大きくなってくると、これをこう、そのままこうサイズアップしたような感じになるんですよね。うん、もうちょっとこう成長の過程で爪曲がりますけど、だから色的にも子グマなんじゃないかなっていう風に思いました。でも犬も猫も違う気がするっていうのと子グマとかっていう選択肢ずるくないか、これ。子グマとかにします。マジか、猫を塗ってくれ。さっきまで言ってたの適当だったじゃねえかよ。あれ、すいません。爪が出ていると違う印象を受けますね。印象を受けますね。猫ってこんな細い爪をしてるんですね。なんか危ないね、これ切らないと。うん、顔引っかかれたりしたらマジで痛そう。でもまあこんだけ鋭利だから壁とかも爪立てて登れるってことですよね。いや、知らなかった。ちょっと勉強になりましたね。ちょっとさっき間違ったこと言ってすみませんでした。次、ラストはみんな大好きな肉球をもう一回見せちゃう。僕ちゃんは誰だと思う？あら、なんかさ、遠くに顔見えない？これ犬で、小型犬だよね。猫、犬、トラ。犬は言うけど、猫とかトラとか言わなくないか。犬でしょ、犬。えい、正解。だってこの写真のさ、背景にさ、ちょっと、ワンちゃんのお顔が右の奥の方に見えてますよね。うん。ワンちゃんは、あれかな、爪の出し入れができるのかな、よく知んないですけど、なんか爪はあんま主張ないっすね。うん。うん、これ、あれかな、ペット飼ったら知る方とか全問正解だったのかな。はーい、ってことでね、9問中7問正解です。なかなかやるにゃん。ほぼ満点だからって気を抜いていないか。もう一回復習だい。うーい、ってことでね、にゃんにゃんにゃん猫の日2月の22日。まあ、投稿日はちょっと過ぎちゃってると思うんですけど。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。